ははいこんにちはパソケンです今回この動画では Windows 11で PIN を忘れてしまった場合にリセットする手順についてご紹介していきます。PIN をリセットする手順ですがユーザーアカウントの種類が Microsoft アカウントなのかローカルアカウントなのかによって変わってきます。また PIN をリセットするためにはアカウントのパスワードが必要になりますのでアカウントのパスワードがわからない場合は まずパスワードをリセットする必要があるので、リセットする手順としては次の4つになります。1つ目にマイクロソフトアカウント利用時でアカウントのパスワードがわかる場合。2つ目にマイクロソフトアカウント利用時でアカウントのパスワードがわからない場合。3つ目にローカルアカウント利用時でパスワードがわかる場合。4つ目にローカルアカウント利用時でパスワードがわからない場合。 では、それぞれの種類ごとにピンをリセットする手順を説明していきます。Microsoft アカウントを利用時で、アカウントのパスワードがわかる場合のピンのリセット手順ですが、まず、ログイン画面のピンを入力する枠の下に、ピンを忘れた場合の文字がありますので、クリックします。次に、Microsoft アカウントのパスワード入力画面になりますので、パスワードを入力します。 入力が終わったら右下のサインインのボタンをクリックします次に本人確認を行うためにこのマイクロソフトアカウントを作成時に登録しておいた連絡先用のメールアドレスもしくは電話番号を登録していた場合にはそちらに確認用のコードを送ってもらいますこの伏せ字になっているメールアドレスに送る場合はこちらをクリックしますもし電話番号を登録している場合にそちらに送りたい場合は この画面下にあるその他の確認方法を表示するの文字をクリックしますそして伏せ字になっているんですが登録しておいた電話番号宛に SMS を送信の文字をクリックしますどちらを選択した場合でも送られてくるコードは変わりませんので好きな方を選択してください電話番号を選択した場合は伏せ字になっているこの電話番号宛ての下4桁を入力ボックスに入力していきます そして右下のコードの送信をクリックします。メールアドレスを選択した場合は、伏せ字になっているところも含めて、すべてのメールアドレスを画面下部分に入力していきます。そして右下のコードの送信をクリックします。これで宛先にメッセージが送られてきますので、その中のコードを確認してください。この入力ボックスに半角で入力していきます。入力が終わったら、右下の確認ボタンをクリックします。 セキュリティコードを正しく入力できると続けますかの画面になりますので右下の続行ボタンをクリックしますピンのセットアップ画面になりますので新しく設定したいピンを入力しますそして2行目にも確認用で同じピンを入力します入力したら画面下の OK ボタンをクリックしますこれでピンのリセットが完了となります 次に Microsoft アカウントを利用時でアカウントのパスワードがわからない場合の PIN をリセットする手順を説明していきますアカウントのパスワードがわからない場合は PIN をリセットする前にまずはパスワードをリセットしていきますログイン画面の下にある PIN を忘れた場合をまずクリックします Microsoft アカウントのパスワードを入力する画面になるので入力ボックスの下にある パスワードを忘れた場合の文字をクリックします。本人確認の画面になるので、Microsoft アカウントを登録時に設定しておいた連絡先用のメールアドレス、もしくは電話番号宛にセキュリティコードを送ってもらいます。選択がメールしか出てない場合は、画面下にあるその他の確認方法を表示するの文字をクリックします。これで電話番号も登録している場合には、電話番号の選択肢が出ますので、 どちらかを選択しますそして電話番号を選択した場合は電話番号の下4桁を入力しますまたメールアドレスを選択した場合はアットマークより手前の伏せ字になっているところも含めた文字を入力しますメールアドレスもしくは電話番号の下4桁を入力したら右下のコードの取得をクリックします次に送られてきたパスワードのリセットコードを入力します 入力が終わったら右下の次へをクリックします正しくコードが入力できるとパスワードのリセット画面になるので新しく設定したいパスワードを入力します2行目には1行目で入力したパスワードと同じものを入力しますそして右下の次へをクリックしますこれでまずはマイクロソフトアカウントのパスワードがリセットできましたので右下のサイン,インをクリックします パスワードがリリセセッットトでききたら次にピンをリセットしていきま,すまずパスワードの入力画面になるので新しく設定したマイクロソフトアカウントのパスワードを入力しますそして右下のサインをクリックしますもう一度本人確認が必要になるので登録しておいたメールアドレスもしくは電話番号を登録している場合にはその他の確認方法を表示するの文字をクリックしていただいて電話番号を選択してください 電話番号をを選択した場合は下4桁だけを入力します入力したら右下のコードの送信をクリックします。選択した電話番号もしくはメールアドレスにセキュリティーコードが送られますのでそちらを確認し入力していきます。入力したら右下の確認ボタンをクリックします。続けますかの画面になるので右下の続行ボタンをクリックします。 そして、ピンのセットアップ画面が出たら、新しく設定したいピン、それから確認用のピンを入力します。入力が終わったら、画面下の OK ボタンをクリックします。これでパスワードのリセット、それからピンのリセットが完了となります。3つ目に、ローカルアカウントを利用時で、アカウントのパスワードが分かる場合のピンをリセットする手順を説明していきます。まず ピンの入力画面下にあるサインインオプションの文字をクリックします。その下にアイコンが出ますので、鍵のアイコンをクリックします。これでパスワードの入力画面に切り替わるので、パスワードを入力します。入力したら、Enter キーを押します。ログインができたら、ピンを再設定していきます。スタートから設定をクリックします。次に左側のメニューでアカウントの項目をクリックします。 そしてアカウントの設定項目の中にサインインオプションがあるのでクリックしますサインインする方法の中にピンの項目があるのでクリックしますクリックするとその下にピンの変更ボタンと削除ボタンが出ますので削除のボタンをクリックします確認画面が出ますのでもう一度削除のボタンをクリックします次にローカルアカウントのパスワードを入力する画面になるのでこちらに入力していきます そして画面下の OK ボタンを押します。削除ができたらもう一度この画面右側にあるセットアップのボタンをクリックします。またパスワードの入力画面が出るのでパスワードを入力し OK ボタンを押します。そしてピンのセットアップ画面が出たら新しく設定したいピンそれから確認用のピンを入力します。入力が終わったら画面下の OK ボタンを押します。これで再設定が完了となります。 4つ目にローカルアカウントを利用時でアカウントのパスワードもわからない場合のリセット方法を説明していきますまずこのログイン画面が出たら画面下にあるサインオプションの文字をクリックしますその下にアイコンが出るので鍵のアイコンをクリックしますパスワードの入力画面が出たら空白のままで一度 Enter ーキーを押しますパスワードが正しくありませんと出るので OK ボタンを押します もう一度パスワードの画面になるんですが先ほどまで出なかったパスワードのリセットの文字が表示されるのでこちらをクリックします次の画面ではパスワードをリセットするための質問が3つ用意されていますこの質問に対しての答えはローカルアカウントを作成時に設定しているものになりますそれぞれの質問に対する答えを入力していきます3つの質問の答えを入力したら Enter キーを押します 答えが正しく入力できると新しいパスワードを設定する画面になります。こちらに新しく設定したいパスワードを入力してください。そして入力が終わったら Enter ーキーを押します。これでローカルアカウントのパスワードをリセットしましたので次にピンをリセットしていきます。スタートから設定を開きます。そして左側のメニューからアカウントの項目をクリックします。 画面右側のアカウントの設定項目にあるサインインする方法でピンの項目をクリックしますその下に出てきた削除のボタンをクリックしますピンを削除しますかと確認が出ますのでもう一度削除のボタンをクリックしますパスワードの入力画面が出ますので先ほど再設定したローカルアカウントのパスワードを入力しますこれでででのの削除ができましたので 右側にあるセッッットアップのボタンをクリックリしますパスワードの入力画面が出るので入力したら画面下の OK ボタンを押します次にピンのセットアップ画面が出たら新しく設定したいピンを入力しますそして画面下の OK ボタンを押しますこれで新しいピンに変更することができました以上が Windows11 でピンを忘れてしまった場合にリセットする手順となります この動画を見ていただいて参考になったよという場合は、いいねボタン、それからチャンネル登録の方をお願いします。